ダメな酒飲みは俺も人のこと言えないけど。突然君からの手紙、あの日から途切れた君の声、今すぐ会いに行くよ、夏で塔を回りしてと、やっぱ突然歌い出してこその突然でございますね。まあ本当にね、この曲なんかはやっぱり、浅岡くんのね、あの爽やかな声がパーンとこう日差しがねパーンと差し込んできたかのようなね、そういう感じで、まさにタイトルこれ突然いいですね。突然そういうこう日差しがパッと入ってきた、そんな明るさを感じさせてくれる曲に仕上がってると思います。葉山くんがまたね、この頃本当に脂が乗った時期で、またこういう爽やかなロックっていうものを、作るのが本当に上手でね、そういう意味じゃ本当にいい爽やかな空気感のある曲に仕上がってると思うんですよね。ただね、浅岡くんって本当にあいつ爽やかじゃないんだよね。あいつ、まあだからもうほら、いい加減ね、あいつが爽やかじゃないのは結構みんなツイッターとかで知っちゃってると思うから言っちゃっていいと思うんだけどさ、変なやつでね、相当陰気臭いやつっていうか、まあ偏屈なやつっていうか、まあしかもダメな酒飲みでね、ダメな酒飲みは俺も人のこと言えないけど、まあ相当なんだろうな、あの声とあのルックスから程遠い行動をね、私はしょっちゅう見てたんですけれどもね。でもまあ思うに、人間の声っていうのはどっかやっぱり人の本質が出るもんなんじゃないかっていうふうに私は思ってまして、ならやっぱり彼がああいう、まあ本当に変なやつでダメなやつでもうね、偏屈なやつだけども、でもまあやっぱりあの爽やかさってのも多分あいつがどっか本質的に持ってるものなんだろうなっていう気がしますね。それにしてもね、これあれですね、そっから先がカセットのボリューム上げたなんですけど、カセットだったんですね。1995年の7月24日にリリースされたものですけれども、1995年、カセットだったんですね。まあでもね、カセットだと歌にしやすいんですけど、今時はどうするんでしょうね、これね。 Bluetooth のボリューム上げて歌になんねえな。そんなわけでいろいろとね、難しいんですよ最近は、いろいろと。でまたすぐ変わってっちゃうしね。だからこう、あの頃の歌ってね、俺もいろいろダイヤル回してる歌とかね、いろいろあるんですけれども、そこら辺難しいです。というわけで、突然爽やかでいい歌だな。